これアップモストっていうのは僕 の、 あのシステムの名前なんですけど、明日やりますけどね、こういう紙のシート、紙のシートを組み立てて、足を測っちゃいます。なぜ紙にしたか、もちろん僕もあの 3D あのスキャンでやる方法は分かってるんですよ。っていうよりも15年前に会社を起こした時に、神戸大手スポーツメーカー A 社の1500万の機械、高橋直子さんの足を測った機械で 3D をデータ化してやってます。で、僕はあの Z マット の、 あのにも呼ばれてます。でも、あ、これじゃ無理だよってお断りしました。要は 3D データからなんとか靴を作ろうとしているんです。それは機械は発想しますけど、靴はその発想になりません。なぜかというと、木型が命だから。木型にどう足を合わせるか、正確に足にどう木型を合わせるか、これが重要だと思う。そのためにはこのシート最強ですよ。左右で440円、皆さんあの氷に50万60万の機械入れます？そんなに入れて不正確だったら、これ実は僕の親父も職人なんですね。で、門前の小僧みたいなことで完璧に昔風の採寸はできますよ、足型取ってね。でもそんなことやってたら大変なんです。その物差しを作りました。この物差しのデータを後さんチェックですね、この私の専用サイト